『ゼッペア・ベン』パーキャストプログラム『ク <Fly back. S 1> ライミング』『イン』のいただき、えー』ライムクライミングのコーナーいきましょう、はい、今週のお題は肝試し肝試しったライブです。し胸は、e「い o i a いいですね、うん、えまずはツイッターから全サスライスさん今週のライブはこちら「肝試し作って待つ日肝試し」 どういう意味だろうしかもひもがめし作って待つ肝ひもしどっちの心情が肝もだしなのねねえ続いて17歳志保さん今週のイみはこちら肝もだし志保帰りますあとは夜志保さん嫌いなんでしょ怖いのああそういうことだよあとは夜って本当に17か夜って言う言わない。 まあわかる、うん、俺もそういう話になったら絶対行かなかった <laughs> ええ続いて33歳クソゴリヒゲラさんこのライ愛はこちら肝試し終わったんやし行こうかいいね、うん、なんかそんな感じだったら肝試し行かんでもいいよね、うんか <laughs> いやだから肝試しが期待外れだったんですけ <laughs> <分>ああなるほどまあでみんながなんか微妙な空気になってる時にまあまあ終わったんやしいこうかめし <laughs> <laughs> みんな肝太かったってことね <laughs> <laughs> 全然怖くなかったんでしょうね、うん これ結構いい、ねえー、もう一本そこに日ゲさん今週のライブはこちら肝試し私置いてく肝彼氏怒りの果てに恋も冷めきったえっ肝試し私置いてく肝彼氏恋も冷めきねうんいやすごい踏み方してるよ、うん、肝試し私置いてく肝彼氏怒りの果てに恋も冷めきったこれうまいじゃんい、ね、うん芋冷めきで踏んでんだ、うん、まあ肝彼氏というかうんへたれ彼氏ですけどねうんうん ャーって言って、うん、彼女を置いて先に走ってって「うん、キモーあいつ! <laughs>」<laughs> お前もすげえな「<laughs> キモ、うん、置いてくマジで」みたいな車、うん、戻ったらも車もないみたいななん,なんかドラマとかで、うん、そのつり橋効果みたいなを狙って男がデートで行くみたいなあるじゃないですか、うんうん、あんな意味あんのいやいやいやこいつはでも置いてくんでしょ、うん じゃなくてなんかその男の方はもう下心バリバリで、うん、もうお化けどころじゃないでもなんかやっぱその自然と体も密着するしいやでもそれって男の方は怖くない前提ですよねもちろんで女の子は怖がる前提ですよねそ,<う>そんなうまくいくかなまあ基本的にはそうなんだし <laughs>、うん、なんならその 構図をちゃんと頭にあって、うん、男は本当は怖いけどちょっと強がって、うん、女はそうでもないけど過剰にキャーキャー言ってひっついてみたいな、うん、そういう装置としてあるんでしょうやっぱりお化け屋敷とかそうじゃん,、うんまあ、なんか俺ぐらいやっぱ怖がりだと、うん、もうその企画自体ないから、ね、ないない、うん、そういうことかそれこそ肝彼氏でしょいやだから肝試しに行くっていう時点で もういけるよそれそうだよだ肝試しなんてラブホじゃん、うんうん、いやいやそれはちょっと意味わからん <laughs> 肝試しなんてラブホじゃんのとこ鍵格好お願いしますいやいやいや,いや響かないね <laughs> 全然 <laughs> うまくもないしなダメですか <laughs> で肝試し行ってるカップルっていうのはもう,もうちゃんちゃらおかしいってことねだ肝試し行ってる、うん、それがなくたってもいいってことでしょそううんだって 恋仲じゃないやつと逆に肝試し行かないでしょあ、そうなの。うん。いく、え、どういうことそれ。カップルが行くの。カップル,カップル。カップルになる前提の。うん、夏、夜、暇、やることない男女でしょで、逆に言うと、もう俺は怖いから、うん、まあ、そういうアプローチするとしたら、うん、肝試し行こうよって言って。オッケーされたら、うん、もう肝試しは行かなくてもいいよね。 じゃこのホテル幽霊出るんだってって嘘ついてラブホー行きゃいいんだよむちゃくちゃバカやん肝試しなんてラブホテルですから 2>, 2人ともここで伏線回収したんや,いやもっと怖いよいろんなもん出るって言いますからねう,うまいっすねこれは踏んでるしね、えー、続いて千代さん今週のライ n はこちら肝試し身もだえしてる美女だましあっちが出口と誘いおしゃべり 肝試ししもだえしてる美女だまし、あ、がここが軽雨組みで、うん、誘いおしゃべりで悪いやつや無理だろ、うん、い一人で来もんそれ美女うんそう,いう質問弱く分かんないいやだからも彼氏に置いてかれたんでしょ <laughs> あっちが出口ですよも彼氏美女は付き合えんよで誘いおしゃべりおしゃべりにならんだろ、うん、いやしかも違うんでしょ、うん、騙してるからいやまあ まあ出口は出口かもしれんけど、うん、まあおしゃべりね分かんない。まあ、ラブホテルでしょ。だから、<laughs> 頭の中一色やな。ラブホの入り口なんだよ、うん、多分その出口がな。肝試し、腕試しだろ。うん、身もだえしてる。もだえるっていう字、いいですよね。門の中に心が入っててね。うん、<laughs> ちょっと分からんすけど。 どういう意味わかんないけど字面がいいじゃんどう見てもエロい字ゃんそうからんエロくない時にも使うですけどね問題は続いて高橋さん今週の悩みはこちら「肝試し彼のビビリに肝なえし」何やそれまあね最後の口調何肝語体あ文語体なのそう肝なえしかな8月の夜でしょ何やそれビビリ言っとるからもう風情もクソもねえからうん うん、まあまあまあやっぱこういう方向にいっちゃうね、うん、えん、ー、続いて32歳羽生さん今週のライブはこちら死の果てにあるものを教える肝試し<う>怖すぎる重い重いわなん何か怖いその肝試し、えー、続いて27歳龍太郎今週のライブはこちら「昨日彼氏別の女と肝試し」<laughs> めっちゃいいやん <laughs> こ,れいいこれめっちゃいいやん 昨日彼氏別の女と肝試しめちゃいいやんこれめちゃくちゃいいめちゃいいねこれおしゃれやなうん切な翌日なんだあめちゃくちゃいいなこれ竜太郎すげえなこれいいね昨日彼氏ちょっとちょっと踏みねえトリッキーな踏み方だしいいですこれ確かに別のさっきの話の流れですけどもう肝試し行くってことはうん もうね、フラグ立つのもですからね。そういうことですからね。絶対お互い気があるから。から多分帰ってこなかったんでしょう。ねえ。うん。やば。帰ってきた後も続きますよね。うん、彼氏にとってはね。肝試しが、ね。ね、うん、試されますね。うん。いや、これ最高ですね。え、続いて39歳、坂井さん。今週のラインもこちら。肝試し。クソ漏らしてなく芋彼氏。<laughs> 芋かどうかはもういいよ。クソ漏らしたんなら。<laughs> シュッとしててもダメだから、芋 <laughs> 彼氏ですね。うん、うん、いや、これは龍太郎だね、ダントツでね。その、シンプルだけどね。うん、クソゴリとかも上手だったけどね。うん、<laughs> ひどい言われようや。クソゴリ <laughs> クソゴリも上手だったけど。まあ、ウ太郎良かったんじゃないですか、うん、これ。いや、これ、むちゃくちゃいいね。うん、えー、次の話題。 8月6日、えー、ハンサムの日、ハムの日、8月7日、花の日、<laughs> 花の日、パートナーの日、8月8日、タコの日。あ,あ、八ね。ハンサムの日とハムの日が一緒なんですね。うん。盆休みにするか。じゃあ盆休みでしましょう。盆休みで五七五もしくは五七シ七シでライムしてください。Podcast Program:Rime Climbing: インのいただき。